岡県ではきょう、新たに2468人の新型コロナ感染者が確認されました。6日連続で前の週の同じ曜日を上回っています。福岡県によりますと、きょう発表の新規感染者の内訳は、福岡市962人、北九州市562人などとなっていて、70代から80代の男女4人が亡くなっています。最新の病床使用率は 0.8 ポイント下がって 25.6% となっています。福岡県では新規感染者数は下げ止まる傾向にあり、活動の活発な20代の割合が増えているとしています。かもしれませんけれど。佐賀県では新たに458人の感染が発表されました。1日の新規感染者が450人を上回るのは先月17日以来1ヶ月半ぶりです。また新たに7人の死亡が確認されました。